今日髪を上げました赤い口紅もつけてみました。少しは私変わったかしら。まだ夜には似合わない子供に見えるかしら。眠らせて眠らせてあなたのそばに、ベッドの脇は空いてますか。眠らせて眠らせて明かりは消せないで、まだ夜はとても怖いから。柔らかな日差しが降りかかる草原に一人ひなたぼっこ。あなたの髪も風が溶かすの、まだ夜には遠い二人だったけど。眠らせて眠らせてあなたのそばに、ベッドの脇は空いてますか。眠らせて眠らせて明かりは消さないで、まだ夜はとても怖いから。あなたの笑いが失せた夕立、雨に流れて、あなたは少し旅に出ると、私の頬にそっとキスしてくれたけど。眠らせて眠らせてあなたのそばに、ベッドの脇は空いてますか。眠らせて眠らせて明かりは消さないで、まだ夜はとても怖いから。眠らせて眠らせてあなたのそばに、ベッドの脇は空いてますか。眠らせて眠らせて明かりは消さないで、まだ夜はとても怖いから。12月14日に、今年全然ライブやってなくてね。そうですね、はい、第2部のアシスタント、島岡みのぶさんに代わりましてゆかちゃんです。あ、倉本ゆかです、よろしくお願いします。吉祥寺の、はい、素敵なっていうなんかね、はい、映画のスタッフの女の子がやってる店なんですよ。あ、素敵なってお店なんですか。素敵なっていうアルファベットで、そこに、そこで、まあ、僕今年全然ライブやってないんで、はい、ライブをやろうということになって、でこの間その台湾で撮った自分のオムニバス映画の、はい、第、今ね目の前のピッこれが見えなかったですそれぐらい今緊張してた。で な, なんであれ緊張してたかっていうと、途中で島岡さんがマイクを修正しに来て、はい、今私がギター間違えたことに気づいたあなた、それは途中で島岡さんが現れて心が乱れたからです心が乱れてしまいました。私それはいいんです、歌詞は間違えませんでした。でも歌詞間違えるとバレバレですから、ね、そ, うでそれでライブ全然やってなかったので、ちゃんと一回やろうと。でせっかくそのオムニバス映画最初ね、ベトナムで撮りまして、それからスウェーデン、そして台湾のバージョンがやっとこの間完成しましたので、先月末にそれでそれも上映お披露目して、それで次の、エピソード4の、まあ本当は全体はモスクワなんですけども、この撮影はもうルミコさんに任せるんです。いや本当にこれ、それルミコさんですね。本当ですか、すごい。
僕が演じる中村っていう人が世界をさまよう話なんですけど、はい、モスクワでニューヨークの夢を見たら面白いなと思って、うん、でニューヨークを撮りに行こうと。だからその前にあのとにかく監督も私もですね、全部映画の資金でお金を使ってしまってですね、ほんであのゆかちゃんはあの、はい、ストックホルムパラダイス見ましたですよね。ほんであの宮殿の中のシーンを、はい、撮るのにあそこの中を借りるのに、はい、あの8万5000円かかったんですよ。でもそれがもう映画の撮影の去年の1月でしたけど、はい、もうお金がもう全然なくて監督も僕も、はい、ほんでどうしようと。でもう一個候補が原宿にあったんです、室内の。そこだとね 2,3 万で借りれるんですよ。そうなんですか。でもどう考えても あそこは栃木県のロッカー道場っていうとこ、昔津川雅彦さんが持ってらっしゃったお城の中で撮ったんですけど、それでどうしてもあっちがいいなと、その群馬県のそうです、ね、栃木県じゃない群馬県ですよ。それで、で監督と、観客に貧乏くさい映像を見せるぐらいなら自分たちが貧乏になろうと素晴らしい。そっちを以来もうずっと坂を転げ落ちる今度のニューヨークもさっき言いましたけども、自分までいろいろ海外来ましたけど今まで最も貧乏な旅行になりそうで、あまり貧乏貧乏と言ってもいけません、まあ、そんなこともありましてライブには来ていただきたいなと思ってでエピソード2と3を上映するんですけど、2と3でも十分内容が分かります。で3はあの世界初プレミアです。でもう今後はなるべく上映しないでいこうと思ってますの で、 そうです、ね、全体ができるまでぜひ皆さん、12月14日の金曜日、6時半会場7時開演でございます。吉祥寺の駅降りてすぐの素敵なというところで、私のライブともう誰も一緒にやってくれないんで一人で、いいじゃないですか。でも岡村さんを目当てに来てるからみんないるのかな、そんな人いますよ。あ、ここらへん、ヨコちゃん来てくれるここにもあ、ヨコさん来てくれました、はい、そうやってね、何丸森一郎さん来てくれる、はい、何百人の人に裏切られたから、では私最初の曲に続きまして最後の曲をお送りします。皆さんコーラスは歌ってくださいね、はい、大丈夫。私本当はこんなところで子供相手にバイトなんかしてる場合じゃないのよ。だって私はもうすぐはい大大大大女優、大大大大女優、大大大大女優、時給上げてよね、シフト増やしてね、ピン子も忍ぶも目じゃないの。私狙っているのはレッドカーペットオスカー像、スピーチだって考えた、はい大大大大女優、大大大大女優、大大大大女優、きっとそうなるわ、イベトレしてるの。ワークショップの先生に言われた、君はまだまだ時間がかかるって、才能あるかな、私どうしよう、監督とならないでよね、打たれ弱いの分かってね、褒められ伸びるタイプなの。そして私は近々はい大大大大女優、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 ゆとり世代よりちょっと上だけど、こないだ受けたオーディション、いいところで落ちちゃった、あいつら見る目がないんだわ、だけど許してあげる、こうつ大大大大女優、大大大大女優、大大大大女優、今に見ていろよ、吠えづらかくな、ワークショップの先生が誘った、うちへ来なさい、個人レッスンしよう、危険な賭けだわ、私どうしよう。
務所も男も消耗品、メディアは後からついてこい。村上春樹も言っていた、意志あるところに道はある。はい、大大大大女優、大大大大女優、大大大大女優。私春樹氏と羊と氏なのよ。消えた。お金貸したまま、心はボロボロ。これからどうしよう、私どうしよう。私本当はこんなところで酔っ払い相手にバイトなんかしてる場合じゃないのよ。だって私は近々、はい、大大大大女優、大大大大女優、大大大女優、大大大大女優。私負けないわ、38だけど、地球あげてよね、お願い店長。ヨッシーの登場です。二度とやりません。石川セリ、朝焼けが消える前に。仕事、お仕事です。今週からもう毎週歌おうと思って1ヶ月間、そうするとステージやった時にビビらない。本当にやってませんからね、あれから。半歴ライブから、ね、1回もやってないです、ステージ。1年ぶりですね。結構やられてるんですか。去年はね、5回やったんです。それで、でも曲が、新曲が今また新しいのができたの で人前でやらないと曲ってやっぱりダメなんですね、1回もやってないとね。ぜひ大丈夫と映画も企画中です ね、知ってますよ、前うち膨らましてもらわないと、みんなに言われてます。失礼しました。まだ疲れが出てます。シネポケットのコーナー、藤代義行くんです。疲れてる。どうも皆さんこんにちは。藤代義行です。突然ですが、はい、ご結婚おめでとうございます。相手は、相手は人間。人間です。人間です。二次元じゃないです。あんまりこう相手のことを公に言わない約束で交際してるし、写真も出さないと言ってるんですが、はい、まあもう今生放送ですからね、ね、ここから逃げるわけにもいきませんので、どうやって知り合ったの？いやもう、あの、バイト先ですね。僕がバイトしてるときに、そこで仕事先で働いてた方が。ちょっと君仕事になってないから、あの、個人レッスンしようと。そういうのはなかったですね。個人レッスンしようはなかったです。うん、はい。それでどっちが好きになったの？この間遠藤久美子さんの方から監督を好きになって結婚したって言ってましたから。僕の方ですね。どういうところがいいんですか？私本当の愛が今分からなくなっちゃってるんですけど。なんですかね、自然になんか好きになっちゃったっていう感じですね。あのもうなんかそうなんかきっかけっていうのはなくて、最初はデートはなんか居酒屋とか飲みに行ったんですか？いや最初はなんかデートというのは、あ、じゃあ初日からホテル行ったってこと？いや行ってないです。奥さん聞いてたらごめんなさい。一応お台場とかにたまに映画とか見に行ったり。映画見に行って暗闇でギュッと手を握って。はないですね。この後分かってるだろうな。ないです。はい、そんなないです。どこあのね、例えばそのデートっていうか普通に一緒に映画見に行こうとか言えるじゃないですか。はい。その後どこからそのいわゆるラブに入っていくんですか？いやもうなんか自然な感じですね。ラブになそれが自然がわからないから変わってるんだよ。あのすいません、僕もあの、そのきっかけの瞬間がよくわかってないんですよ。でも向こうも好きになってくれないと結婚はないじゃないですか。いや、ないですね。はい。だからそれをはっきりしてほしいの。はっきりできないんですよ。不思議なことに。本当に。はい。
うん、知らない、それもう気づいたらもう付き合っててって感じだったんで、よく言うじゃないですか、気がついたらなんかこういう仕事しててとか、そういう、あ、そう、嘘でしょ自分から売り込んだでしょまあでもまあ好きになったことは、ね、あれですけど、もう本当になんかチュッチュッキュッとか最初とか、どういうきっかけですればいいんですか、そこはノーコメントでお願いします。そうですか、はい、さっきでもあのルミ子さんレポートなんかセックスをしてる最中にいきなり昼間の放送でびっくりしました、生々しくて、そうですか、でも、はい、どんな家庭をお気づきになりたいですか、でも生傷の絶えない家庭ですか、生傷の絶えない家庭はしたくないですね笑いの絶えない家庭にしたいですね、そうですか、はい、よく言うじゃないですか、3つの胃袋を大切にしなさい胃袋、あと袋じゃないですよ胃袋じゃない袋じゃなくて、それ牛ですよ、牛は4つ、あ、6つか、ね、ギャグですよあとほら、結婚する前は両目で相手をよく見て、結婚したら片目を閉じなさいとか、ね、そうですか、もうずっとそのまま行くんですか、どうですか、どうしたんですか、いて罰ついてみるのはどうですか、罰つくのはちょっとご遠慮しますね、あのほら、結婚するやつは想像力の欠如、離婚するやつは忍耐力の欠如、再婚するやつは記憶力の欠如と言いますけど、あ、そうですね、でも、うん、もう再婚もしなったとしても再婚は絶対しない、したくないなと思いますね、やだ、労力大変ですね、やっぱり、よく言いますよね、結婚するときは本当労力本当やってみて、これは大変だわって何回もする人すごいなと思っちゃいましたね、私来週ね、知り合いのプロデューサーがね、結婚式に出てくれって言われてるんですよ、あ、そうですか、その人、なんとかなんですよその時しか会わない人とかいるじゃないですか、で行くのやめようかなと思って金かかってしょうがないですよこっちは質問もらってないです、こっちから何とか加藤さん口が始まったんですが、報道特別番組結婚の理想と現実、西野義之さんで、どうもありがとうございました、ありがとうございました映画紹介させてください、はい、本日ご紹介する映画は恋とボルバキアというドキュメンタリー映画を珍しくご紹介させていただきます、あ、ドキュメンタリーなんですか、ドキュメンタリーです、で、ストーリーはですね、大手広告代理店が日本の 7.6% がセクシャルマイノリティだと推計しました、体の性、心の性、好きになる性、表現する性、いくつもの要素からセクシャリエティを考えることができるというけれど、またそれはまた新しくデジタルな、細分化ですね、細かく分ける境界線を引くことなのかもしれない、ただおしゃれがしたくて女装を始めたらいつの間にか男の人に恋していた、分かるわ、素敵な女の子に一目惚れしたら彼女は彼で私は女で、めんどくさい、ドキュメンタリー映画恋とボルバキアの登場人物が教えてくれるのは、私たちの性は実はとても曖昧でカラフルで混沌としているということ、そしてその分だけ恋や夢や幸せの形も抱えてしまう生きづらさも限りがないと、うん、はい、この映画見てですね、本当に僕たちがよく言われるセクシャルマイノリティっていうのは、ほんの一部の知識しかないっていうのが思い知らされる映画ですね、特にあの今回出てくるケースとして、そのホルモンバランスの異常で体が、心は男なんだけど体がもう自分もう無意識のうちに女化しちゃう、胸が出てきたり、そういうところからあのお医者さんに行って、まあ、男として生きるのであればホルモン注射打った方がいいですよって言われるけど、それを言われるとなんか今まで生きてきた自分を否定されるみたいだっていうので、それを拒否してその自然な状態で生きているっていう方とか、あともうそのお父さんに対してもっと構ってほしいから女装を始めた人、へー、養父、その方は養父に引き取られて、その養父の人にもっと構ってほしいから女装を始めて、それがいつもの自分になる方とか、あとはレズビアンの方が実際今言ったような好きになったら男だった、男の方でっていう感じですね、でそのレズビアンの方も周りの人から、いやそのレズビアン嘘じゃん、嘘のレズビアンじゃんって言われてしまうとか、そういうそのこの映画がその今現在もその性に対しての曖昧さっていうのに寛容じゃないっていうのをすごい表現している作品になってますね、変わってきつつあるんですけど、はい、でももうあるなんていうかな、古い人たち、ヨーロッパでもアメリカでも、もう要するにその同性愛とか、うん、まあ、これ同性愛だけの映画ではないことを承知してるんですが、
あの認めないと、もういっそもう自分がもう自分の息子がそうだっていうのは許せないみたいな、ね、ドラマとか映画でもよく出てきますよね。そうですね、あのこの映画、うん、親の方も出てくるんですけど、うん、その親の方、お母さんの方は逆にもう楽しんじゃってるっていう感じなんですよ、うん、あの家に行くシーンもあるんですけど、うん、その自宅に行く時に、いや今日息子はどっちの格好で出てくるかしらみたいなあ、いいですね。でお父さんはお父さんでちょっと初め複雑な顔してるんですけど、うん、その息子さんが女装で化粧をして女の服、女性になると、お父さんが今度おおっていうまんざるでもない顔になっちゃうって初めなんか、ね、笑えるね、そこはね。そうなんですよ、もうすごいなんか逆に世間よりも、もう身内の方がすごい寛容で、うん、もうその他の登場人物のお母さんとかも、うん、自分らしく生きなさい、そんな今日気にしなくていいから、なんでそうさせてくれないのかね、世の中はね。だから今でこそじゃないですか、最近まだちょっとね、前はもうとんでもないみたいな感じで ね、あの、うん、大きいのはやっぱり金八先生でウェイトワイヤー、ああやりましたね。当時は性同一障害という言い方をしたけど、ね、障害ではないっていう、はい、考え方がありますけど、ね、それの影響でやはり世間には認知されたけど、まだ一部にしか、その性同一性障害っていう、もう内面ですよね、内面の性の違いっていうことは認知されるようになったけど、外見だけっていう方もいるっていう、うん、いるいる、はい、で逆にそのもう本当にそういうのって環境のせいですよね、ですよね。やっぱり男は女を好きにならなきゃいけないじゃなくて、多分その環境で男性の方を好きになってしまうケース、男性が男性を好きになるってケースもあるっていうのをすごい教えてくれる映画ですね。ヨッシーは女装したことあります？女装、僕罰ゲームで一回あるんですよ。僕も一回あるんですけど楽しかった。この罰ゲームで化粧までしっかりやって、俺も化粧してセーラー服着たことあるんですけど、楽しかった。もう、あ、僕恥ずかしかったですね。スカートがもうどうしようもなく慣れなくて。君と合わんな。でも慣れてくると普通にそれで歩けますよ、多分。多分あれです、いつもと違う自分になれるのがちょっと楽しい、うん、っていうのはありますよね、うん、だからそこから何か理解があればいいし、ね、あのなんかね、やっぱり自分と他人との、まあ、あのちょっと黒澤明さんの本をこの間読んでて、黒澤明さんがこれも何度もこの番組でお話ししたことですけど、あなたの映画の作るテーマなんだと言ったら、まあ それはね、あの作品の中に書いてあるんで言うことじゃないけど、あえて今聞かれたんで、あえて言うとすると、人と人はどうしてもうちょっとうまくやっていけないんだろうというふうに、おっしゃってる。で僕、大島渚さんと昔ラジオやった時に同じ質問をしたんですよね。それを、そしたら大島さんはこんなこと言ってましたね。あの人間の、あ、こういう質問でした。質問の仕方を変えようと思って、人間の最大の欠点は何ですかって聞いたら、それは他人のことが気になってしょうがないことですねっていうふうに言ってて、どちらも同じことを言ってると思うんですよね。だからもう昔よりは社会が成熟してきたと思う、世界的に。昔よりは、あの女性の車の運転認めないって言ってた、サウジアラビアもだんだん認めるように、来年から認めるみたいな話もあるし、なんだけども、宗教が違うとか肌の色が違う、他人とは違う、それは違和感はありますよ、誰でも。だけどもうちょっと気持ちを広く、そうですね、ね、本当にもうこの映画も本当そんな感じですね。私は心広いから、もう本間照子さんで CD がかけちゃったりするから、でもオンエアじゃないとこで、あの嫉妬心を向き出しにしてるっていうな感じですけど、はい、恋とバルボキアね、これはあの日本の監督の女性監督のね、はい、ありがとうございます。ドキュメンタリー映画、10点満点で何点？8点ですね。多分これ見たらすごい、その登場人物の方たちがやっぱり心に思っていることストレートに言う。ストレートに。ストレートに。ジョン・カビラです。ジョン・カビラです。楽天の保険もやってます。ストレートに表現してくるんで、はい、多分そこでちょっとあのやっぱり引いちゃうところがあるかなって、その好き嫌いが少し出てしまうかなっていう形ですね。はい、恋とバルボキア、公開は、12月9日土曜日よりポレポレ東中野にて公開になります。藤代義行くん、では、シネポケットのコーナーでした。最後に奥様に一言。好きです。失礼しました。藤代義行でした。若くなってる、やだ、もう生娘みたい。この曲の後は丸森一郎プロデューサーの登場です。キャロル、ファンキーモンキーベイビー。皆さん入ってきますよ。あ、マジマジ。サミーも入ってきます。疲れた心に、CM ね、光を照らすような、はい、クイカちゃんもっと笑う、あ、そうそうそう、笑う優しくね、はい、ありがとうございます。 CM ですよね。 CM です、そうです。このね、プレゼントがあるんですよ。すごいんですよ、このプレゼント。聞いてたら驚きますから。あ、プレゼントしてくださるんですか、ここ。違います。
映画館を見に来た人あ、びっくりした。来場者プレゼントがね、これもらえるかと思っちゃったもん。言っとかなきゃいけないんですよ。わかりました。皆様、昨日放送は川崎 FM、FM ケーシティです。79.1MHz で、ここ、武蔵小杉駅前にあります、タワーブレス1階の小さなスタジオから、あなたへ。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 お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで、私、岡村祐一のシネマストリートでお楽しみいただいております。この放送はインターネットで世界中のどこからでもお聞きになることができます。甲府でも。札幌でも。皆様、ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして、リッスンレディオ。のところをチェックしてみてください。そして岡村英二のシネマストリート専用サイトでは過去の放送の動画がご覧になります。この間いらっしゃった遠藤久美子さんの放送ももうご覧になれます。はい、私は見ました。私は見ました。どうでした？私は素敵でした ね可愛かったですね、本当にね。ぜひ皆さん一度岡村英二のシネマストリートでご検索ください。さあ、今日はですね、今週末公開になります。そうですね、映画写真甲子園 0.5 秒の夏特集ということで、丸も日穂プロデューサーに来ていただいております。さっきちょっと言い忘れたことがある。そうですね、今回ですね、うん、この映画のですね一番の、まあ普通の映画と違うところは、北海道の東川町というところが、この映画を作ったんですけども、はい、その町からですね、はい、皆さんに素晴らしいプレゼントのちょっと紹介をしなきゃいけない。ぜひお願いします。はい、実は今週、まあ実はこの、土曜日、じゃあ、土曜日、いつの土曜日って話はあんまり面白くない。ちょっと注意して、あんまり面白くない。全国のですね、映画館で先着50名。毎回。ですから、例えば一つの劇場で3回やるんであれば3回。3回の先着50名様に、なんと初日は、なんと、DVD をプレゼント。何の？このですね、主題歌とか挿入歌が入っている DVD。これを、プレゼントします。で、2日目、はい、2日目は東川米ゆめティーカお米ですね、これを3合プレゼントします。先着50名様、すごい。2回やるところは2回、すごい。ということで全国です。ただ一つ付け加えなきゃいけないのは、今週からやりますですね、はい、某豊洲の、ユナイテッドシネマさんはまたちょっと違うあれがあるので、一応、各劇場のホームページを確認いただきたいというのが一つの条件なんですが、はい、ということで大盤振る舞いです。もう本当に素晴らしい。東川町、はい、破綻しないですか？お金使っちゃって大丈夫です。大丈夫です。あら、ということなんで、皆さんもぜひですね、映画も楽しいんですけども、ぜひこのプレゼントも楽しみ。すごいですね、DVD と米。米です。すごいです。すごいです。三つの道がない町なんですよ。三つの道がない。What？ はい。どういう意味？一つは国道がない。国道がない。はい。それから鉄道がない。あ、もう一つは上水道がない。要は水は全部天然の水です。湧き水で大丈夫なんですか？はい、という町なんですね。まあ非常に面白いと思います。湧き水でもね、飲料水にする場合は水道局の許可がいるんですよ。チェックしないと。それはなかったら大変ですから。なんか劇中でも、うん、水汲んでましたよね。そうですね、はい、うん、ということで僕も飲んできましたけどね、本当に美味しい。美味しいですよね、天然の水ね。今僕らはすっかりやっぱり買ってない水って飲んだことないですよね、最近。ほとんどないです。昔はね、飲まだ、ね、カルキの味がしてね。東京とニューヨークのお水は水道から飲めるって言いますけどね、うん、それぐらい大丈夫。あと僕の感じではですね、まあ名古屋の水はうまいですね、水道水は。缶詰になって売ってるぐらいですから、ね。そうですか。ですけどね。はい、水も一つのポイント、東川町でございます。はい、はい、ということですので、ぜひ、今週末から見てください。はい、写真甲子園を目指して、北海道まで皆さん頑張るって高校生の物語、柴田真一さん、秋田陽子さん、ベテラン俳優も、はい、中西亮太さん出てらっしゃいますけど、はい、ね、すごくこの熱い映画だし、写真がもう人生のほんの一瞬だとしたら、写真って何、人生とは何っていうね、感じがありますね。それと、さっきちょっと千葉真一さんが出てらっしゃるシーンの話しましたけど、
あそこでちょっと細かく言いませんけど、ある種の、ある昔の後悔してることがあるんですよ、千葉さんがね。はい、その、後悔した、その写真、ある写真が飾ってあるんですけど、こう、人間のこう、時間が経つっていう。時間が経っても写真だけは永遠にある。僕、坂本龍馬がすごく好きで、坂本龍馬が、この間、おととい、11月11日は坂本龍馬の没後150年の日だったんですけどね。はい、この人は誕生日に殺されたんですけども、坂本龍馬のポスター貼ってあるんですよ、自宅に。でっかいのは。はい、高知県で買ったやつ。で、龍馬という人と会ったこともないし、まあ、龍馬好きな男性多いと思うんですけど、坂本龍馬のあの写真があるために永遠にこの、自分のそばにいるようなね、やっぱり写真ってすごいなと思うんですけどね。写真甲子園見て、ゆかちゃんどうでした？私ですね、まずその写真甲子園、私もちょっと存在は知らなかったんですけど、あんなに高校生がみんな夢中になってシャッターを切るって正直見たことがなくて、で道を歩いてて もうカメラに夢中だから周り見えてないですよね、まあ、でもそれぐらい夢中になって、でその北海道に行くためにこうみんなでこう一丸になって頑張って、部員が足りなかったら必死で集めてっていうのなんか青春ですよね、はい、その若い頃にこれだけ夢中になれるものがあるってすごい素敵だなって。私も本当に私青春時代後悔してるから、いつも青春時代何もなく男男だったいやあんなに夢中になって情熱を注いだものって私なかったので、なんとなくなんとなく生きてたので。わかるわ、羨ましいですね。丸山さん何かありました？高校の時です、ね、なんか夢中になってるの全く一緒ですね。本当ですか？考えたらなかったですよね、うん、岡村さんは？僕にはギター。ああ、ギターを、はい、まあ、これなんか謎か毎週ぐらいで話してますけど、学年が200人ぐらいいて、僕いつも10番以内にいたんですよ、成績が、はい。で、ギターを引き出してから168番まで落ちたんですよ。ほんで、父親が激怒して、もうギター掘ってまうぞって、それは怒りますよね、俺。だけど、ギターがもう体から離れないんですよ、楽しくて。で、ちょうど、まあ、丸尾さんの年近いですから、ね、フォークソングブームの、さっきのアリスとか、ね、ユーミンの曲でしたね、ね、石川セリさんの曲、はい、ああいうのが出てきた時だから、もう何もかも持っていかれちゃって。でもスタートはあれベンチャーズだとかビートルズだあの辺ですか？そんな古くない。ちょっとじゃあタクローから始まる、はい、吉田タクローさん、フォークソングだ、ちょっと丸坊さんなんかお兄ちゃんで、高校の終わり頃から、うん、さっきのねキャロルとかが出てきてね、すごかったですね。なんかだから今聞いてもなんかね、さっきたまたま今日丸坊さんにね、CD 持ってきていただいたんですけども、はい、古くないし素敵だなと思うんですけど、何かにね、僕の役者デビューが「早春スケッチブック」っていうフジテレビの今田大志さん脚本のドラマで、これが生き別れになった息子と父親が再会して、息子はもうすぐ死ぬって話なんですけど、この父親が山崎努、はい、で息子が鶴見慎吾、うん、でよく僕こんなのに出れたなと思うんですけど、うん、でその面白いのが、もうすぐ自分が死ぬんでね、焚き火しながらね、なんか講釈を垂れるんですね、その山崎努が。でそれはもう山田太一さんの考えなんですけど、でそのずっともう息子とももう会えなくなるだろうって、まあ、それ映画とかドラマずっと見ていくと分かるんですけど、こういうことを言うんですね。なんかお兄ちゃんは趣味あるかと聞くとね、なんかいろんなキャップが、いろんなジュースのキャップみたいなのがあって、それ面白いんでずっと集めてました。でもういつも親に、母親につまんないものは捨てろって言われてたんですけど、でもそのうち受験でそれどころじゃなくなって、その後山崎さんがこういうこと言うんですよ。何を集めたかは重要じゃないと。何かに夢中になっていることが重要なんだっていうね。なるほどなぁと思ってね。やってることが別に犯罪はダメですよ。万引き専門にやっちゃダメですよ。なんだけども、夢中になるって、親はついついね、そんなことやってもあんたね、勉強の時間なくなるじゃないかって言っちゃうじゃないですか。何でもいいんですよね、つまんないことでも。なんかそういうのに夢中になれたものがあったのは幸せだったなと思う。なんかこの映画はね、一つ例えばよくスポコンっていうでしょ、ずいちゃう、ついね、どうしてもそういうとこからじゃなきゃ、なんか同じ痛みを味わえないとか、うんうんね、汗を流して辛い思いをして、うん、そうじゃなくて写真でもやっぱりそういうことなんでしょうね。私も中に同じことがあって昔から体を動かすのが大嫌いでしたから、ね、もう分かる、写真甲子園とかいいです ね、うん、ねこの指の労力だけでいいですか。まあでも本当に同じ空間で悩みを一緒にして、さっき言ったように考えないでね、うん、ぶつかってから考えるみたいな、うん、ああいうことね、見る前に飛べですよ、大江健三郎の、ね、中にねいい言葉があって、いろんなところに書いてあるんですけど、うん、まあ経験したものだけが
味わえるね、そのいろんな写真甲子園って映画の中で ね経験したものだけは分かることがあるね、いいことですよね。経験してないことが減りましたな本当ですね。おじいさんの会話だったし中学生ぐらいの時今みたいに情報がないじゃないですか、本当に男子だけで集まって、はい、その男子のうちの一人が神社の裏の林から、ね、こう雨に濡れたエロ本の1ページみたいなの持ってくるわけですよ。それを見て、女の裸やなとか言って、ほんでもう一人は話し出してるしね。で、その時はもう女性のあれが どうなってるんだろうというので2時間ぐらい議論したりです。今は言えないですよ ね、 うん、今なかったら PDF で送っとくからってね、あとで見といてみたいな面白いな、ね、いやもうということで、はい、まあ、写真甲子園、写真甲子園今週土曜日からDVD 米、はい、ね、先着50名さんもらえます。ぜひ皆さんこのチャンス、はい、ぜひご覧ください、はい、ではこの曲の後丸森町さんのまた別の映画をぜひ。アリス風に星に君に、アリス風に星に君にでした。これ今歌ってたのは谷村新司さんでも堀内孝雄さんでもなくて矢沢徹さん、はい、さんですね、で金ちゃんって言われている、はい、あのパーカッションとか、そうですね、でこの方に今なんとですね、丸森町プロデューサーは曲かかったら電話して今ラジオで流れてるよって言って、で私すかさず大丈夫です、これはオンエアではないですってオンエアに出してるわけじゃないですって声をね、であのぜひスタジオに来ていただきたいですよね。普段は六本木でねお店をやってるんで。あ、そうですか、はい、あの増田久夫さんってプロデューサーがいて、はい、でこの人があの、矢沢永吉さんのザ・ロックっていうね、うん、ドキュメンタリーを撮ったんですよ。でその時も僕の目の前で矢沢永吉に電話したんですよ。もう口乾いちゃって、喋ってないんですよ別に。田舎者ですね私は、ダメですね、もうちょっともう鍛えないと、はい、同じミュージシャンとしても私なんか時給上げてよねですからねどうしたらいいのかな、うん、そうね、サミー笑いすぎだね。というわけでございまして、もう一本今日はぜひお話したい映画がある。そうですね、うん、実は今週あさってだな、初号、うん、英語初号、まだこれからあの、はい、できたばっかりの映画ということですね、はい、ところが来年の3月3日にですね、うん、有楽町のスバル座で、あ、これ言っていいのかな、もう言っちゃった、言っちゃった、この回は録音されてます、大丈夫ですよ、編集してそれね、うん、あのスバル座でですね、はい、やることになりました。日台、タイっていうのは川じゃないですよ、台湾、うん、日本と台湾の合作映画なんですけども、うん、監督は、J ちゃんという、台湾の監督、うん、まあ、おもてなしというタイトルの映画、皆さんタイトルだけ今覚えていただければ、はい、おもてなしどんなやつが出るかという意味ではですね、うん、日本側は、うん、田中玲奈さん、おー、ヨキミコさん、おー、すごい、木村多江さん、おー、今話題の藤井美奈さん、どうですか、今度キムギドクの人間の時間で、はい、すごい、のすごい、うん、彼とね、というヨン様、ヨン様の、うん、小田切丈さんでございます。まあそういったすごい日本アカデミー賞を取りまくったメンバーです。こういう役者さんたちが出る映画を、次に控えておりまして、はい、その配給関係をやらさせていただくことになりました、はい、おもてなし、おもてなしです。これみんな知ってますよ、日本人だったらもう世界中が知ってる、ね、この映画ひらがなタイトル、タイトルおもてなし、はい、思い出していただきます、ぜひよろしく。またその近所だったらぜひ呼んでいただければ。3月、4ヶ月ぐらい長いんで、はい、その前に、はい、これあることに気づきましてですね、この番組は休みがないんですよ、普通年に1回ぐらい休みあるんですよ、放送、はい、で月曜日必ずやってるんですよ、うん、それで今度の正月1月1日月曜日なんですよ。で誰も来てくれないんじゃないかなと思う。僕もねすっかり暇ですねあんた面白いな、うん、で多分ね今ここに女性とかいっぱいレポーターで多分誰も来ないと思う。今まで1回だけ12月30日だったこともあるわけ、はい、この番組もう19年やってますから、はい、で下岡さんも来なくて、はい、俺一人でやったことはずーっと喋ってて、はい、ずーっとしょうがないから、あのミキサーの山田さんとこうやって、そうですよねって不思議な放送でした聞いてる人は、ミキサーの声は聞こえないわけですよですよね山田さん、うんうんって言って、じゃあ次の曲行きましょうかって、寂しかったなあの日は12月31日はそれでもいい、うん、なぜなら年の暮れだから、1月1日に皆さん、明けましておめでとうございます孤独な岡村です、誰も来てくれません、まあ、もし丸本さん空いてたら私もその日は休みますので、獅子舞持ったりいろいろ来ますよ、獅子舞持ってそれもいいです
向こうの人動画を撮ってますね。それはいいです。この間それ分かったの、ちょっとね意識してますけどね。何を？ちょっと動画を。動画を意識したりやっぱり。だけなるほど、ね。この録画を聞く、録音を聞く人いないでしょ。録音、まあね、録音自体よりも、まあ、やっぱり見て、今そういう時代だなと思って、動画をあのサイトにアップさせていただいてるんですけどね。どうよ、それで最近、映画界長いけど。ねえ、今でも頑張ってますよね。うん。この間もちょっと前言ったけど、もう18年、20年と、ずっと2000億ね、市場を保ってるっていうのは。映画界はね。プーさんの去年がね、やっぱり君の名はっていうのがすごかったですね。シンゴジラが。あ、これはテレビでやってましたね。びっくりしました。昨日か。つい昨日です。つい昨日。僕らはね、この間と昨日と一緒だ。明日も一緒だった。あの本当にそうですよね。ゆかちゃん若いから分かんないだろうけど、はい、あのね、昨日も30年前も同じ。同じ。世界がまだら。まだら。お魚じゃないですよ。まだらになって、ね、ある年齢を超えると、ね、もうすぐです、あなたも。安心しな。わかりました。だからたまには写真甲子園みたいなやつを見るとね。ちょいちょい挟んできます。さすがす、すごい。このどんだけ話が遠くに行ってもスッと今日は目がね怖いんですよ。だから写真甲子園の今日はこのために俺来てんだからなっていう感じが。一撃必殺ですか。やだ。おいしいとこ持ってどうしよう。このままだと挽回できない。どうしよう。あと4分ぐらいで挽回しなきゃ。大丈夫で言ってますけどね。気を使いながら、素晴らしいですね。本当に。その市場を保ちながら、まあシンゴジラ、まあ去年はね、あの君の名は、あるいはこの世界の形みたいな。で、レベル作品的にも非常に評価が高くて、僕すごく面白いと思うのは、宮崎駿さんが復帰しますよね。もう僕あの引退するって言った時から僕はずっとラジオでも全部言ってました。必ず戻ってきます。ブーメランのようなね。で、絶対彼は言うと思いますよ。もう地元市だから、これが本当に最後ですって言うに決まってるんですよ。ね。そんなわけないんですから。で、要するにね、多分ね、こう、若い衆ね、特に君の名はとか、メガヒットでしょ。でね、耐えられないんだと思うんですよ。俺の方がすごいって絶対思ってますよ。作り手ってそういうもんですよ。宮崎さんはね、絶対オチがあると思ってるんですよ。ラジオって言っちゃう。誰も聞いてない。大丈夫ですか。ほとんどあの人に知られずに放送してますから。そうですか。うん。なんかなくなったとかなんかした後もね、うん、実は作ってありますみたいな。あのアガサ・クリスティのように。うん、あ、それはいいな。実は最後に作ってあります、ね。アガサ・クリスティって死後にあのカーテンっていう作品を出版しろって遺言を残して出したんですよ。そこでポアロが死んでるんですね。そういうちょっとそれでいいですか、ごめんなさい。今の急に思いました。どうぞ。あの矢沢透さんのですね、金ちゃんの店はアガサって店なんですよ。マジ？本人がアガサクリス好きなんだろうね。だから焼いてるものもポアロとかね、もうそういう題名のにちなんだようなものは。あの六本木で焼き鳥屋さんやってるっていうのが有名なんですけど、はいはい、アガサっていう店、なんかすごくない？さっき矢沢透さんの曲をかけて矢沢さんの話して、今偶然アガサクリスっていうのを。そうなんです。なんか ループしてますね。ちょっと待って、これ現実？いや、大丈夫。今夢？結婚です。はい、結婚で。ね、という。丸山さん、どんな映画撮りたいんですか？作りたい。僕はですね、やっぱりあれかな、あのまずお金をかけるとかそういうんじゃなくて、まあ、キサラギじゃないんですけど、そのシチュエーション的なところでこう次の展開はどうなるか。だから原作も絶対やりたくないですね。オリジナルでね。オリジナルで。あの舞台なんかも、今でもね、ちょっとした舞台見に行ったんですけど。泣き殻バスツアー宣伝してきましたよ。これを見に行ったんですけど、すごいタイトル。やっぱりね、面白いのは分かんないから答えが。どうなるんだろう。僕それが一番好きです。それが一番面白いのに、原作本でもう読んじゃって答えしてて、最後何か言ったら原作と違うじゃんみたいな。どうしても不満が残りますね。ぜひオリジナルで。オリジナルで、自分でもいろいろ考えたことがあるんですけど、続きはウェブで。それは今言えないと思います。絶対に。まあ。本当にそういうことだと思います。じゃあ近々、はい、早ければ元旦ぐらいに。元旦ぐらいに、ね、元日ですね。元旦は元日の朝のことです。間違えました。元日ぐらいにいらっしゃってます。そうです。もうちまちまうるさいですよ。もう一人のね、高岡村がいてね、これが世界を敵に回す。まあ、続きはまた、はい、次回にラストで。というわけでございまして、ぜひ丸門日報プロデューサー、ね、今一押しの映画写真甲子園よろしくお願いします。今日最後の映画写真甲子園 0.5 秒の夏の挿入歌で大黒摩季 with ブーズズームアップ。
なななななねねねねねねかっこいいな、アングロマキー写真甲子園の主題歌聴いていただいております。この番組では皆様からのリクエスト曲、番組への感想などお待ちしております。宛先はこちらです。郵便番号 211-8566 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで。ファックスナンバーは川崎044、川崎です、はい、川崎川崎044-711-1400 044-711-1400。 E メールアドレスはすべて小文字で kst@kawasakifm.co.jp までお待ちしております。というわけでゆかちゃん、はい、どうでした今日は。いや今日はですね、うん、青春なんです。青春ね、青春、いや私やっぱ青春を謳歌しておけばよかったなって本当に思いましたけどね。岡村さん、僕は大丈夫、今も青春だと思う。じゃあ私も青春って、あの中国で言うと4つの季節の一つなんですよ。あ、そうなんです。青春、朱夏、赤い春と書きますね、朱印の朱印、朱夏、夏ね、赤い夏、白秋、白い秋と書きますね、北白秋、それで最後は玄冬、玄米の玄に冬、4つの季節の一つなんですよ。私なんか今朱夏なのかどうか分かりませんけど、まだまだ、まだ青い。そうですね、マルホニッチホプロデューサー、またいらっしゃってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。岡村陽一のシネマストリート、ありがとうございました。来週の告知する時間なくなっちゃった。最後に講釈垂れたらと思います。すいません、今マルホニッチホって言ってましたね。冷静しようかと思ったけど、すいませんでした。ワーってやったな。さあ島岡さん、今日はいかがでしたでしょうか。写真甲子園、やっぱりね 0.5 秒の中にドラマがあるんですよ。やっぱスチル写真はいいなと思いました。そしてヨッシーの結婚話、初めて知ったけども、おめでとうヨッシーね、よかったね。よかったよかった、幸せ、ね、島岡さん、でも写真撮ってくださいよ、またね、昔やってたでしょ。はい、ね、一眼レフちょっと最近持ってないけど頑張ります。あの フィルムのカメラ持ってますから今だにね。はい、はい、ありがとうございました。さあそして、GIB、はい、いかがでしたでしょうか。今日も楽しく2時間、いやー見て見て見て、ここにハートがあるの。いやだ、もう微妙場所が、はい、なんで、うん、はい、楽しくやらせていただきました、はい、あの言うの忘れちゃったんですけど、うん、この間カンブリア宮殿のナレーターをやってらっしゃった高川優也さん、はい、優也さんがいらっしゃったんですけど、うん、その奥様もおじいちゃん死んじゃったって今出てます、うん、あ、そうなんですか。二段の奥さんです。はい、わかりました、ありがとうございました。そして今日見学の西山幸宏さん、どうもいかがでしたでしょうか。ありがとうございました。いや毎回毎回楽しいですね、うん、いつも、まあ、あの YouTube の方で聞かせてもらってるんですけども、いい感じのノリで今日も行けたんじゃないかと思います、はい、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。さあそして、よっしー、あ、どうも、どうでした。はい、今回テーマが青春ということで、あと、すみません、知的なことで放送を使ってしまいました、はい、今回青春ということで、僕もサッカーやってたんで、多分写真甲子園見たらその時の思いが蘇るんじゃないかなっていう、うん、ちょっとすごい興味のある映画の内容だったんで、うん、ぜひ時間作って見に行きたいなと思います、うん、はい、ではさっさ、私も写真が大好きで、この写真甲子園 0.5 秒の夏のこの皆さんの 0.5 秒にかける思いを見たいと思いました。はい、アシスタントやってくれました、はい、ゆかちゃん、どうもどうも。いや私本当にだから何度も言うんですけど、うん、やっぱ皆さんちゃんと青春は謳歌しておかないと後悔するぞということを、うん、伝えたいです、声を大にして、ね、はい、はい、そして、はい、もう今や準レギュラーと化してしまった丸も日穂プロデューサー、はい、今日はいかがでしたでしょうか。丸穂日穂です、うん、今日は本当に楽しかった。久々にねちょっと来たんだけど、うん、準レギュラーっていうほどは来ちゃないですよね。そうね、でも、うん、割と、まあ、うん、はい、年に何回か今日ね一つだけちょっとあの心残りなのは、はい、もうちょっと大黒さんのことをちょっと話したかったなっていうのがありまして、はい、この映画は北海道なんで、はい、まあ、彼女も北海道ということで、この歌がですねもう今配信すでにやってます、うん、ぜひまた皆さんも応援してください。ありがとうございます。はい、はい、というわけでございまして、本当にですね明るくて面白い方でなんていうかねお祭り男みたいな感じが、プロデューサーはこうじゃなきゃいけない、そんな感じがいたします。来週は青春やは、全然会ったことない桐同士理作監督がいらっしゃいます、どうなりますでしょうか、お楽しみに。丸さん、またぜひ、はい、ぜひ丸も日穂さんね、いらっしゃってます。お後がよろしいようで、はい、お後がよろしいようで、どうも失礼しました。